どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回アップした30センチ気鉱石レイアウト水槽の動画は見ていただけたでしょうか？まだ見ていない方は概要欄の再生リストから見てやってください。自分の中では結構長期間綺麗な状態を維持できたこの水槽、立ち上げから1年半が経過し、だいぶ陰りが見えてきました。今回はそんな水槽にダメ元でとあることを行っていきます。それでは早速やっていくんですが、前回はモサモサに生えた水草たちが徐々に調子を崩していくところまでをお届けしました。なかなか持ってくれた方だとは思うんですけど、こうやってみるとなんか悲しいですね。まあ長期間同じレイアウトを維持していくのもよっぽど気に入っていないと飽きてしまいますし、1年半も維持できたのは良かったと思います。いつもは早々に苔まみれになって悪戦苦闘していたんで、紆余曲折ありつつも長期にわたって管理できたのは少し自信がつきました。とりあえずこの水槽のように1年は安定して維持していきたいところです。そんな水槽なんですが、現在はこんなありさまで、下葉はボロボロになり、葉の色もよろしくありません。これは追肥をしていないことによって起こっていると考えており、ここから巻き返すには大掛かりなテコ入れが必要そうです。白化は基本的にカリウムが足りないことで起こると言われているので、添加してもいいんですが、結局これだけモサモサになっていたらトリミングは必須であり、みちみちになっている水草を一旦整理しないといけないです。というわけで2週間後に作戦を決行していきます。そんな2週間後の映像がこちら。まあそこまで変化はありません。ここからどうしていくのかというと、すべての水草を抜きます。最近よくやってるような気がしないでもないんですが、一旦レイアウト自体は変えずに水草だけをさら地にするという方法です。こうすることによって根詰まりした水草をリセットしつつ、元気な葉とそうでない葉をじっくり選別することができます。ただ当たり前ですが、水草はすべて引っこ抜くため水槽内のバランスは崩壊します。 ADA でもこういった手法は行われているようで、レイアウトを変えずに新たな水草を植栽することで全く違うイメージの水系を作り出すことができるようです。自分の場合は同じ場所に同じ水草を植えるため特に変更はありません。その後の状態が見たいだけなので、大幅な変更点を加えるつもりはないです。それでは作業を開始するんですが、基本的に水草を抜くだけの映像が流れるだけなので大胆にカット。撮影しながら作業するのが大変で面倒くさかったわけでは決してありません。決して。ただこの時はなぜか前景のコブラグラスのみそのままにしていますね。今となってはなぜこんな選択をしたのかは分かりませんが、おそらく成長が遅く粘りするまでに時間がかかるコブラグラスだけそのままにしておきたかったんでしょう。ほとんどの水草を抜いてしまったため、当たり前ですが水槽内は濁っており、とてもじゃないですが作業のできる段階ではありません。というわけで水を抜きつつ掃除をします。こんな感じでいつものプロホースで掃除していくんですが、このようにデトリタスがとんでもなく堆積しています。いつも水替えの時に低床掃除もしていたんですけど、あそこまでモサモサになっているともはや気持ち程度の手入れしかできておらず、堆積物がたまる一方でした。逆にこの有機物のおかげで追肥せずとも水草がしばらく元気だったのかもしれませんね。この水槽には割と多めのシュリンプたちがいたので、そういった分解者がいることによって低床内の状態も良くなっていたのかもと今となっては思います。そんな感じで何度も水替えと低床掃除をし、ようやく濁りが取れました。ここまで綺麗にする必要はないんですが、なんか性分的に綺麗にしたくなっちゃうんです。皆さんは生態にも影響があるのでほどほどにしておきましょう。水草がなくなったことで
ほとんど隠れていた生態たちも顔を出しています。だいぶ何回も水替えは行ったんですが、さすがにまだ浮遊物が待っていますね。ちなみにしれっと石の隙間に植えていたブセファランドラは成長しております。確かシンタンかグリーベイビーかなんかだったと思います。意外と綺麗に育ってますね。そして引っこ抜いた水草たちがこちら。やはりバケツいっぱいになりました。引っこ抜いて思ったんですが、根の張り具合が半端なかったです。ロタラをはじめストロギネレペンスも地中深くまで潜っており、なかなか抜くのに苦戦しました。その結果あれだけ濁ったんですが、その根っこと一緒に引っ張り出されたデトリタスが水槽の前面に溜まっています。水草を抜いたことによって今まで維持していたきつい傾斜が慣らされてしまいました。また先ほどの映像を見てもらっても分かる通り、明らかに栄養不足の状態が出ていたので、傾斜を復活させる意味も込めてオイソイルをしていきます。これが吉と出るか凶と出るかは分かりませんが、ワンチャン復活を狙うなら新しいソイルを追加するのは悪くない選択肢だと思っています。この水槽はジグザグに気鉱石の塊を配置していて、 Z のような道になってるんですよね。そこから奥に行くにつれて傾斜がきつくなり、一番高い右奥に至ってはほぼ20センチくらいの高さになっています。なのでてっぺんからオイソイルをしても自然となだれていくため、今回は中間部分にもソイルを入れました。これでなんとかなだれを緩やかにできるのではないでしょうか。最後にストロギネレペンスの道連れになって根が露出してしまったコブラグラスを隠すためにオイソイルをしてフィニッシュ。というわけで再度植栽し直した映像がこちら。なんかおかしいですよね。実は先ほどのコブラグラスは結局引っこ抜いてしまい、株分けしたものを再度植栽し直しました。やっぱコブラグラスだけそのままっていうのもなんか変でしたからね。近くから見るとこんな感じで、全体的に表面にオイソイルが来ているため、なんか気持ち的には新しく立ち上げた水槽みたいな感覚になっています。ストロギネレペンスは使える場所が少なかったのか全然植えてないですね。あとベトナムゴマノハグサは肥料切れにめっぽう弱いので退場してもらい、その穴埋めに腐るほど増殖していたヒドロコディレを植栽。またニードルリーフルドビジアもなんか調子悪かったので、そこもヒドロコティレにカバーしてもらうことにしました。なんだかんだヒドロコティレはランナーでしぶとく増えてくれるので、中継層にはうってつけだと今回使用して思いました。そして頭頂部はロタラ SP ハラのみ。なんか透かってる部分が多いですけど、いろいろ選別してたらこんなに少なくなってしまいました。中には水面から出ていた水蒸葉もあるので成長の差が出てきそうです。続いてそこから2週間経過した状態がこちら。パッと見そんなに変化がなさそうに思えますが、意外と一番奥のロタラが成長しています。とりあえず今のところは問題なさそうなんですけど、今回の作戦は成功したのでしょうか。近くで見てみるとこんな感じ。コブラグラスは相変わらずびくともしませんね。自分が今まで経験してきた前傾草の中で飛び抜けて成長が遅いです。立ち上げで植栽した時も全然動きがなかったですし、なんなら序盤は苔まみれになってて瀕死寸前でしたからね。そこから奇跡的に持ち直したから良かったものの、なかなか癖のある水草だと思います。葉の質的にはエキノドルスと似てるような感じで、割と肉厚な葉が背丈を変えずにじんわりランナーを伸ばしていく感じです。成長が遅い分荒ぶることもなく、長期維持を目指す水槽ならいいかもしれません。ただこれ一つで草原にしようと思うと途方もない時間が必要になってくるため、最初にがっつり多めに植栽するか、他の成長の早い水草と混栽するといいです。成長が遅い割に結構低床の深くまで根を張るので、粘りの弱い水草とかのつなぎになるのではないでしょうか。ヒドロコティレは相変わらず強いですね。
盛んに気泡をつけて光合成しており、何度もトリミングと植栽を繰り返してきましたが、衰えることを知りません。この水草が溶けたり枯れたりする未来はあまり想像できないですね。最後にロタラ SP ハラ、こちらは確かに成長してきてます。ただ植えた本数がまばらだったこともあり、成長速度にはばらつきがあります。あと前世紀ほどの赤さは取り戻せておらず、全体的になんか調子が良くないです。このまま前のようにモサモサになる日は来るのでしょうか。そんな状態からどれくらいの月日が流れたのか、水槽はこんな風になりました。先ほどの映像からの落差がひどく、この期間中に何が起こったのでしょうか。続きは次の動画で。というわけで今回はここまで。